こちらのまあミュージアムサウナですけども、まあ1階と2階に分けられてミュージアムが建っています。1階にはオリンピックで公式に使われたスポーツ時計の展示があったり、でそれを実際に体験できるスポーツケージ体験コーナーっていうのもあります。でミュージアムショップもあります。まあ、実際にまあ展示とか見学に関しては2階の方に中にエレベーターがあるそうなんですけども、そのエレベーターで2階に上がって製品誌やコレクションに触れることができます。さて、まあ、こういったこの時計なんですけども、まあ、今回こういった資料を持ち帰っていろいろ、すごくこういった資料、でもすごく読み物として帰りの交通機関で熟読してしまったんですけども、まあ、こういった感じで。で、まあ、今回ちょっと読み物としてすごく良かったのが、このこういった時計の歴史について触れられるっていうのが良かったです。まあ、時計自体は日時計っていうのがあって、こういった日時計が展示されてました。まあ、こう太陽の光の方角ですね、太陽の動きによってこの棒の影の動きがこう、そうですね、例えばここから太陽があったらここに光が当たるとこういう風になるので、この太陽がこう動くとこの影がこんな感じにこうですね、ここに変わったりっていうのが体験というか見学できます。まあ、太陽の光というか実際にこの照明で、まあ、この照明動くみたいなんですけども、この照明がパッ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 と変わったら、まあ、影の動きも少しずつ変わったりっていうのが見られました。まあ、こういった時計の歴史なんですけども、まあ、イギリスの方で大きな有名な時計がありますよね。ビッグベン、ウェストミンスター宮殿、まあ、今のイギリス国会議事堂の中にあるそのビッグベンは、例えばその振り子時計で、まあ、時を刻んでいる時計が作られたりっていうんです。まあ、実はまあこれメモなんですけども、ビッグベン自体が作られたのが1843年で、まあ、作り終わったのが1859年と書かれてたんですけども、もともと先ほどのこちらの成功ミュージアス、成功ゴチ株式会社さんの時代ができたのが1881年だったので、そのまあ40年どうですかね、実はまあすごく日本だけでなく世界共通でもこういった時計っていうのは本当にこう重宝された事態で、まあ時計自体の輸入自由化っていうのが歴史上にあって、それが1961年、意外と戦後だったのが驚きです。もともと時計っていうのは戦前は本当に軍隊の方とか、あとはもう本当にその上官だけしかつけられなかった大変な贅沢品だったそうです。